アナログから始める窓口業務 DX と題しまして北見市長、辻直孝さん北見市環境部窓口管理課長、管理係長、吉田和弘さんにご発表いただきます。 皆さんこんにちは北海道北見市長の辻直隆です北見市では欠か,かないワンストップ窓口で利用される住民の皆様にもそして職員にも優しい窓口を実現しておりますそれはどういうことなのかその秘密を現場で奮闘していただいている窓口課の吉田係長から説明をさせていただきます アナログから始める窓口業務 DX 今日はですね、日本 DX 大賞の舞台なんですがこんなタイトルを引き下げてプレゼンにやってまいりました DX といえばやはりデジタルが重要というふうに考えられがちなんですが私たちはこの X こそが重要だというふうに考えていますはい。この DX の中にアナログの要素がいっぱいありますので今日はそのお話をさせていただければというふうに思います 申し遅れましたが今日プレゼンを担当させていただきます北見市窓口課吉田と申します皆様よろしくお願いいたします北見市では書かないワンストップ窓口を実施しておりますもうご存知の方いらっしゃるかもしれませんがその取り組みをまとめた動画がございます昨年作成した動画ですがこちらをまずご覧いただきたいと思います 役所の窓口って書類がいっぱい窓口を回される時間もかかるしほんと面倒そこで北見市は書かないワンストップ窓口デジタルを使って職員が一緒に手続きを進めるから優しい早いサインするだけ引っ越しやお悔やみの手続きだって役所の中の窓口を回らなくていいんです始めよう書かないワンストップ窓口大切なのはより良い窓口の姿を考え抜くこと。 ただシステムを入れるのではなく私たちは仕事の中身や手順を徹底的に分析しシステムを作りましたもう終わったんですか本当に終わらなくていいんですかとびっくりされますおやみ関係の手続きでは予約も不要ですしご遺族の方からありがとうと言われました職員の経恵が2つになりました対面窓口はワンストップ便利さと優しさを提供しております地方から全国へ 今窓口業務改革に取り組む自治体の輪が広がっています役所の窓口業務は変えられるデジタルは業務改革の先にあるこの,の動画の中でこんなセリフが実はありましたもう手続きが終わったんですか本当に回らなくていいんですかこれ実際にですねあの僕自身も窓口業務に携わる職員として言うんですが 本当にここうういい言葉をいただくことがあります、はい、なかなかです、ね、役所の窓口業務って厳しくてです、ね、怒られることは多くても、褒められることって少ないと思っています。今、窓口ではです、ね、この褒められたことを自慢するように職員で,ですね、今日はこんなことを言われたんだよ、今日こんなことを褒められたんだよということの言葉が飛び交っていて、職員同士でモチベーションを高め合いながら業務に当たっています。 北見市が行っているワンストップサービスは、ライフイベントワンストップサービスというもので、住所の変更や戸籍の届出に伴って発生するさまざまな手続きについて、1か所で受付を行うものです。以前であれば、このように手続きが発生すれば、さまざまな貨やカウンターを回って手続きを行っていたものが、このように1か所で多くの手続きが受けられるようになりました。ワンスストップサービス回らなくていいんです このように役所の仕事の流れや受付のスタイルを変えてワンストップサービスを提供しておりますこの書かないワンストップ窓口まあシステムを入れればできるんだろうと思われる方も中にはいらっしゃるかもしれませんただその裏にはですねアナログな業務の見直しいっぱい行ってきました今日はその中身を少しお話をできればと思います少し深めにお話をしていきますはい まず一番最初に行ったことは、ユーザー視点での課題の掘り出し、抽出でした。当時行ったものは、新人職員に窓口で住民票と所得証明を取ってもらうという体験調査を行ってみました。まあ、これをカスタマージャーニー調査とも呼んだりしているんですが、これをやってみたところ、ですねあのものの見事にうまくいきませんでした。まあ、これは本当にいい意味でうまくいかなかったんですけども、住民の方はやはり手続きが難しい中、やっていることがよく分かりました。 例えばどんなことかというと申請書の用紙の書き方がわからない証明書の中身がわからないこんな問題がありましたそして住民の方はカウンターにいる職員に聞きに行ってこれはどういうことですかということを聞きに行ったり申請書の内容を書き方を教えてもらってそこで書き方を直されたりそんなことをしています住民にとってもやりにくい窓口は職員にとってもやりにくい窓口でした そして住民移動に関するカスタマージャーニー調査も一緒に行ってですねその時に分かったことが窓口をやはり回される回るたびに申請書を記入するそもそも回る必要があるというところもあって僕たちはこういうふうに手続きの漏れの案内をなくしたい申請手続きを分かりやすくしたいワンストップ対応をしていきたいというふうに考えていきましたただ、これらに対してです、ね、いろいろすることがありました。 まずやってきたのはアナログでできることです手続き案内書の見直しからまず始めていきました当時お渡ししていた手続きの案内書がまずかの名前が先頭にあってその次に手続きの名称があって最終的には分からなければ担当課にお問い合わせくださいといったような内容の手続き案内書でした 正直言って住民の方も渡されても何もわからないですし、職員にとっても問い合わせが増えるばっかりの案内書でした。これをライフイベントに合わせて7種類用意して、はい用意し直しました。で、中身をどうしていったかというと、中身は分野から条件を当てはめていけば手続きにたどり着けるこういう作りに変えていきました。会や業務の順番を優先しない作りにしていきました。このチェックシート今でもご利用いただいているんですが。 住民の方はこれを持っていくことで自分で手続きのセルフチェックが可能となっています手続きを案内する職員にとっても優しい設計になっているので職員の手続き漏れも防止できます役所でお手続きをされたことがある方だったらわかるかもしれませんが役所の手続きいろんな申請書があってレイアウトがバラバラですどこに何を書けばいいか非常にわかりにくいと思います こんな問題があったので、目で見て分かりやすいレイアウトに統一しようということで、僕たちはガイドラインを設定して、様式のレイアウトを統一しています。そうすると、職員も案内がしやすくなっていきますし、何度も書類を記入する住民の方は、だいたいここに書けばいいんだということが理解しやすくなっていきます。次に書類や動線をままたた研究ししてみました カの名前が前面に押し出されていたレイアウトの設計だったんですが、住民の方にとってみるとカの名前というのはなかなか手続きとつながりません。僕たちは窓口課の職員なんですが、窓口課が何をするところか、なかなか想像が難しいと思います。そこで、北、え、見、ー、氏はあ、僕たちはですね、この窓口の分野別に色を分けて、えー、証明書、住所、戸籍ですとか、分野別にカウンターをカウンターサインを手作りしました。 これも職員がででででできききるるこここことととかから、らアナログでできることから改善で行ってきたことです。のように手続きチェックシートを用意したり、様式を標準化したり、さまざまなアナログな課題を解決していって、まずこの作った手続きチェックシートをもとに、アナログでワンストップ対応をしていくことにしましたこのように業務改革を進めていく中で、気づいたことがありました。 それはは窓口業務は情報処理であるというこ,とですこれをもう少しまた具体的にお話をしていくんですが手続きチェックシートの内容手続きの内容もそうですしそれに当てはめる条件もそうです申請書に記入された内容住所やお名前や必要な証明書の中身なんかもそうです手入力する内容システムに入力する内容ですねそれとマニュアルの内容 これは浜松さんからいただいたマニュアルの写真なんですが、えー、まとめるとですね、30センチ以上の分厚さになってしまうマニュアルでして、これを覚える頃には移動が待っているというようなマニュアルだったそうです。こんな大量の情報が身の回りにありました。これはすべてデータだということが分かったんですね。じゃあこのデータを使ってシステムの力を受ける支援を受けることで仕事が楽になっていくんではと、ようやくここでシステムの導入を考えていきました。 ただ最初から大ききななものをを作作ろうとししたたた。たでではなくて、てままず職員が自分たちでシステムを作っていきましたただこのシステムは申請書を作る機能ぐらいなものだったので実際に手続きの案内がしっかりと受けられたり先ほどの分厚いマニュアルがしっかりと取り込まれたそんなシステムを作ろうということで本格的にプログラムの開発を事業者に委託してシステムを共同開発していくことになりました。 このようにもともとアナログで行っていた業務にシステムを上乗せすることで自分たちの理想の仕事の流れになっていきました、はい、窓口の業務に対してアナログな改善を続けて最後のパーツとしてシステムを導入していきましたただアナログなグッズも残っていて、えー、住民とのコミュニケーションを取るためにアナログなツールも導入して円滑な窓口対応に努めています このように北見市のかかないワンストップ窓口が出来上がっていきました。現在では記載台を置いていないのですっきりとしたフロアになっています。住民の方は来庁するとフロアマネージャーから案内を受けてカウンターに案内されていきます。そのカウンターでは職員が一緒にシステムを使って手続きを進めていきますので住民の方はわからない,いや、えー、不安が解消されてそして手続きも署名をするだけで簡単に終わります。 役所が保有するデータを使って住民に手続きの案内が上手にできるようになりましたので、えー、住民の方は必要な情報だけを手に入れて手続きが進んでいくようになりましたまた受付にシステムを導入しましたのでそのデータを町内で活用することもできるようになっていきましたフロントの業務改革と合わせてバックオフィス改革にも努めています 書類の流れや作業の役割に合わせてレイアウトを設計して書類や書類は動くけども職員は動きにくいそんな設計にしていますまた先ほどのデータを使って RPA が自動入力を行うことで職員の手作業を大幅に減らしてきています僕たちはボトムアップで課題を解決してきましたいろんな課題があっていろいろと解決してきてこんな効果が出てきています この効果の細かいところまではお伝えしませんが住民の方はカウンターを回る数が減りましたし受付の時間も減っていきました住民だけではなくて職員もそれぞれカウンターにお客さんが来るたびに対応していた工数がぐっと減って町内の業務がスリム化していってますこのような取り組みなぜ続けてこられたかというと理想の窓口業務を考え続ける これは今でも続いているんですが、課題は何か、どう感じるか、どうある,あるべきかということをずっと繰り返し考えてきています。そして住民サービスの向上というのは市役所の業務でも非常に重要なんですが、そこに変更してしまうと、職員の手間,が手間や負担が増えてしまいますので、そういったものを増やさない、こういった取り組みも合わせて行っているのが重要だと思っています。DX はまずアナログから目指したい窓口の姿をしっかり描いて、X にしっかりと取り組んでいく。 そしてシステムは最後のピース合わせとして導入していくこういうことを行ってきました手続きのチェックシートだったりワンストップサービスの調整だったりそんなところはアナログな要素がたくさんありますはいで今ではですねこの北見市の取り組みのノウハウを全国で共有しています、はい、北見市の窓口業務改革の取り組みの手順書について競争プラットフォームで公開して業務改革に取り組みたい自治体の後押しをしております 今ですね年間の視察件数昨年度ですけども70件ありました大変、えー、皆様の期待を感じる数値となっていると思いますはいシステムの横展開ですこれは北見市が独自で作成したシステムなんですが現在までで14自治体導入いただいております、はい、あと先ほど作ったチェックシートですとか窓口に置いてある説明ガイドみたいなものについて、えー、もう配りすぎてどれだけ配ったかわかんないですけども皆さんに活用いただいてますはい このようにですね、自治体間で非常に高め合いながら業務改革が進んでいって、また新たな業務改革の目が大きな輪を作っていってるんだというふうに思います。はい。で最後に一つだけ言わせていただきたいのが、こんな取り組みでしたが窓口業務改革は非常に楽しいと思っています。今まで取り組んできたことによって窓口の職員たちが今楽しそうに仕事をしている姿を見て本当に楽しいなと僕自身も思っています。 あの現場の職員が悩みそしてどうあるべきかを試行錯誤しながら形作ってきたのがこの書か,かないワンストップ窓口の取り組みでありますこれはボトムアップの取り組みであります職員の話を聞き最終決断をして私のリーダーとしての責任でこの取り組みを後押ししてきましたやってよかった本当にそう思います 全国の自治体の皆さんそれでは、はい、せーの対面窓口はワンストップ,トップ以上です辻さん吉田さんありがとうございましたそれではこれより質疑応答に移ります視聴者の皆様も発表を聞いてのご質問やご感想などありましたら YouTube のチャット欄にお願いいたしますでは初めに審査員の谷畑さんにお伺いしたいと思います 谷原さんご質問ございますでしょうか。はい、あの追称お疲れ様でございました。すみませんあのやっぱりね一番大事なのがバックヤード改革なんですよね。このデジタルを入れようとしても、役所のその仕事の流れ、職員の発想自体が、うん、あのデジタルをもう体で拒否する。 そういうような状態が染みついているのでやはりそこのところをいかにクリアするかが一番大事だかなとですからその IT か IT 化といってシステムをどんどん入れていきますけれどもシステムを入れれば入れるだけ職員が苦しむというのが今までの状況だったところのボトムアップでしっかりこうその まあのバックヤード改革をしてきた中で最後にシステムを入れていったとっいうのはこれはものすごくこの分かりやすい先進的な事例だと思うんですけれども先ほどそれがボトムアップで上がってきたとそれをトップが決断をしたんだとおっしゃいましたけれどもそういうその職場風土を作っていったその過程というのは何かこうコツというのはあったんでしょうかやっぱり職員というのは新しいことをやるのは嫌うものだと思うんですけれども。はい えー、コツも何もありません、えー、ただですね職員のやっぱりこの仕事に向き合う気持ちがですね、えー、非常に大きな力を果たしてくれたのかなと思っておりますただ私個人的にはですね非常に心配でしたどこに行くのかな着地できるのかなでもそれがあのー、心配以上にいい形でですねできて実際このような形でワンストップの関係で 仕事を市民の皆様に提供できる状況になったことは大変嬉しく思っています。はい、ありがとうございます。それでは平野様お願いいたします。はい、ありがとうございました。あの書かないのとワンストップのコンセプト素晴らしいですね。もう全国自治体導入していただきたいと。 思います。その上でちょっと質問なんですけども、まあ、これだけのシステムそしてま変更そしてあの外注も使われたということですけども、コストの年出というのはどういうふうになされたんでしょうか。当時ですね、システムの開発につきましては全て一般財源で行いましたので、議会での審議を得て承認をいただきました。まあ、その時も市長はかなりの苦労があったと思うんですよね。あの議会の皆様もこれがちゃんとうまくいくのかという質問も相次いでいた。 いたんですけどもやはりそう先が見えない中、まあ、投資のようにこう未来に対してこれができるようになっていけばというところで皆さんの期待が、まあ、今は形になりましたけど、はい、当時はそのように一般財源を投じてやってきた取り組みでした、はいはい、あそうですねでそのシステムについてなんですが現在システム事業者と著作権を共有する形をとっておりますなので、えー、自治体への展開がありますと私たちにも著作権収入が 一部歳入として入る仕組みになっておりますので、まあ当時一般財源を投じていますけれども、それを回収するような、そういうスキームを取り入れており,ます,ります。ありがとうございました。オンラインでご参加の毛塚先生、いかがでしょうか。ありがとうございます。も窓口の部署という、本当にただでさえ、本当にお忙しい部署で改革に取り組まれたこと、を非常に素晴らしいなというふうに思いました。 この開国を進める際の工夫された点、ですね例えば窓口業務を改革するときに適切な時期だったりとか、なんかそういうふうな現場の職員さんを動かすための小さな工夫がいっぱい重ねられたと思うんですが、そういうところについて、教えていただけますすででしょうか、はい、そうかそねあの時期的なものについては繁忙期は避けた方がいいと思うんですが、それ以外で言えば、特に時期というものはないと思います。 あとはですねこの業務改革を取り進めてきたコンセプトとしましてはスモールスタートでとりあえずやれることからやってみようというものをモットーに進んできましたそれともう一つやってみてだめだったら戻ってもいいよとそういうふうにこう精神的な後ろ盾も用意しながら、まあ、組織改革、業務改革がやっていきやすいそういった風土を少しずつ作っていったとっいうのがあ、はい、あるとと思いいいいまますすりがとうございますはい、ありがとうございました。 それでは中尾様お願いいたします。えっと素晴らしい取り組みだなと思って聞いていました。あのこの書かないワンストップというコンセプトが出てきたのはどの段階でこれが出てきたのかをちょっと教えていただきたいんですが、はい。まずその書かないだけで言いますと、平成23年頃に職員提案から始まっていきました。 でもともとですね、実は北見市ワンストップ対応というものは行っておりまして、国民健康保険ですとか、国民年金、介護保険に関する届出については、もともと1箇所で終わるようにしていました。で、このシステムの導入をですねこう幅を広げて、住民移動窓口にも広げていったときにもっといろんな手続きが受け入れられるようになっていくんではないかということで、本当、システムを導入してから、ですね少しずつこう範囲を増やしていきまして、システムが平成28年の10月に入ったんですけども、そこからこう、 1>, 1年のうちにこう何手続きかというのをちょっとずつ増やして、ちょっとずつ範囲を広げていって、取り組みを進めてきてきいます、はい、あのじゃあ、書かないというのは、デジタル化というよりもその手前の段階でもう出てきてるコンセプトだということです、ねはい、そうですね、はい、この時の書かないは、住民の各手間を省きながら、職員もその集計作業を楽にしたいと、そういう双方が楽になる仕組みが一番最初に考えられたた書かないでした、はい、ありがとうございます。